ネプテューヌシリーズ新次元、ゲームネプテューヌ7、新次元、ゲームネプテューヌ7は、コンパイルハートより2015年4月23日に発売された、プレイステーション4用ゲームソフト。マイクロソフトウィンドウズ版は2016年7月5日、ニンテンドースイッチ版は2020年3月19日に発売された。なお、2017年8月24日に、 発売された本作のリメイク版であるプレイステーション4様相フと新次元ゲームネプテューヌバイヤーも本記事で扱う。以下、本校内では企業等の実在する名称とゲーム内の固有名詞で同一のものが登場した場合、特に断りがない限りゲーム内での固有名詞を示す。本作はネプテューヌシリーズの部位の続編であり、世界観も共通している。ただし、 V のストーリーに関しては、意図的にぼかされている。シナリオは、0次元編、超次元編、新次元編の3部構成。シリアスな展開が近作より増えており、マーク2以来久々にバッドエンドが用意されている。ストーリーと世界観の都合上、参入と離脱が頻繁に起きるため、メンバーのバランスが重要となる。バイヤーでは、プレイステーション VR に対応した。 VR イベントを追加したほか、戦闘システムが大幅に変更されている。ゲーム業界は転換期を迎えた頃、いつも通りに仕事を吹けるネプテューヌは、ある日、謎の形式のゲーム機を広い教会へと持ち帰った。イストワールのおこごとも何のその、ネプギアを伴いそのゲームを起動させると二人は、謎の渦に飲み込まれ、気がつくと別世界へと飛ばされてしまっていた。 まるで世紀末を思わせるほど崩壊した世界。そこで出会ったのは、その崩壊した世界唯一の女神である天皇星うずめだった。低次元における事件を解決させ、長次元に戻ってきたネプテューヌとネプギア。しかし、相変わらず転換期のために、各国でデマなどが飛び交う時代が続いており、マイナス空気を払拭するために4、各国合同イベントの開催が決定する。 その最終日、メインイベントである、舞踏大会の決勝戦は当然のことながら4、女神が代表を飾ることになるが、そこに、突如、ゴールドサードを名乗る4人の少女が乱入し、なんと惨敗してしまう。すると、世界は光に包まれ、女神たちは伊豆湖へと飛ばされていた。さらには、謎の黄金の塔が現れていた。するとどうしたことか。 女神の存在そのものが抹消され、誰一人として自分を統治者だと信じないではないか。しかもその統治者の座にはゴールドサードがついている始末。しかもこの同様の事件は他の国でも起こっていた。もちろんシェアなんてないので変身できない。女神たちはその謎を解き明かすため、誰の記憶にも存在しない中で活動を始めるのであった。ゴールドサード。 そして秘密結社との戦いの後、超次元の空に大きな穴が出現した。突如起きた異変を確かめるために四女神は大穴へ向かうが、そこでネプテューヌたちは霊次元で共闘した天皇帽子メと再会する。ところが、どういうことか彼女はダーク女神を連れ、ネプテューヌラ四女神を誘拐してしまった。それを目撃したネプギアは、カズート教会に戻ることに、 うずめの行動にショックを受けたネプギアだったが、それでも彼女は、ネプテューヌたちを救うことを決意し、女神候補生やゴールドサードと共に、うずめの行為に疑問を抱きつつも再び霊次元へ旅立ち、四女神の救出に向かうのであった。さらわれた四女神の運命は、そして天皇星うずめの正体とは、複数の次元を超えた女神たちの最後の戦いが、始まる。 ネプテューヌ以外の3女神は、マーク2に登場したものと同一人物だが、V の神次元の女神の設定が一部流用されている。また、超次元編の個別ルートで、プラネテューヌ以外の国のシェアを40%以上にすることで見られるイベント、〇〇の白チュームにおいてウズメ以外の仙台女神の存在が示唆されている。セブン新山線の会社とゲームソフト擬人化キャラクター、 全員有料ダウンロードコンテンツ専用。参入と還元サブイベントは特定の時期と順番にしか発生しない。バイヤーでは登場しない。謎の改変の影響で女神が存在しない世界となった超次元において女神に代わってそれぞれの国を治める少女たち。ゴールドサードになる以前から友人だった。 突如統治者となってしまった上にサポートすべき教祖らが、プラネテューヌ以外不在という状況のためにまともに統治、できておらず、すべての国で多大な問題を引き起こしている。カテゴリは人間であり、全員が女神化に相当する変身を持つ。変身時は、目が輝くように変化する。とはいえ本質は、悪人ではなく、最終的にネプテューヌたちと共闘することになる。 人々が女神の記憶を取り戻した後は英雄という扱いとなる。女神ではないため変身によるシェアゲージへの影響がないが、代わりにプロセッサーユニットにあたる装備、ゴールドユニットは固定となる。また、二つ目のエグゼドライブもないなど、メーカーキャラと女神の中間と言える。なお、変身しているか否かで、エグゼドライブの演出が少し変化する。 激進ブラックハートの武将と同様、名前は実名ではないものの、彼女たちの人物像は特定ゲームソフトとゲームメーカーを元にしている。技は各社のメジャータイトルをモチーフとしており、キラーソフトと呼んでいる。発動時は正面に何枚かの金の枠の長方形が出現し、それを手に取るという演出が共通している。霊次元でうずめが追っている巨大な敵。 どこからともなく現れては、物理的なものだけではなく空間そのものを消失させてしまうほどの破壊力で何もかもを無にしていく。30メートルを優に超える曲で守護女神が女神化したような姿を思わせる。現在確認されたのは4体で、4体とも超次元の守護女神の色に似ている。声は本物の守護女神の声を加工したもの。その正体は、 暗黒性黒目が超次元を滅ぼすために生み出したすべての元凶である。ありがとうございます。